お先に食べちゃおう。卵なんか6個分とかで買う。うわ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 。ちょっとちょっとちょっと。うわうわ、かわんといて。なんだ、新カメラ。なあ、まだ。でしょ?でしょ?この間撮影で葉山に行った時にちょっと路上で売ってて買いました。山わさびと、こっちは木の芽ですね。山椒すごい大好きなので、でも木の芽が本当に、私近所のスーパーでこれが2000円だったんですよ。だからちょっと買おうかな一瞬迷ったけど、でもやっぱりいや、ちょっとまあ使い切れなかったらあれだし、ちょっとなんかビビって使えなさそうと思って買わなかったのが300円だった。即買いですよね。すごい。これも400円だったし、めっちゃ嬉しい。テンション上がりました。バターはこの無塩を使います。窓に誘われてしまいますね、こんな。ちょっとピスタチオだったのでまた頼んでしまいました。ピスタチオ味大好き。すごい、身まで入っている。美味しそう。ナッツの部分まで。でもレーズンも美味しそう。失礼しました。飾ってあるものってことですよね。そうですね。すごい。なんかさ、絨毯のお色も染められたって。そうなんです。びっくりしました。元々あったものがちょっと古くなってたので、はい、それを新しくまた似てる色で使い直して貼り替えて。全然そんなことない。本当ですか。はい。そんなことなくて、うん、あれ、夏休みですね。これはもう鳥も鳴いてるし、すごい。
今日の楽しみはこの海藻バターをオープンします。この遊園のやつは食べたことあって美味しいんですけど、お菓子も美味しい、いろいろ美味しい。海藻どうなんだろう。あとはこの玉ねぎのスープとトーストと紅茶。こんな感じ、見た目は多分遊園だと思う。めちゃくちゃ美味しくできた新玉ねぎのスープです。ほんのちょっとだけコンソメを入れたんですけども、それだけで新玉ねぎのパワーがすごすぎます。ブリオッシュは蒸し直したらすごい美味しそうな予感でございました。卵は表面をやってしまいました。でも半熟かな。サラミ屋さんが作ったワインらしいです。楽しみ。まーちゃんは焼きマドレーヌになりましたね。マドレーヌくん、あなた気持ちいいとこ見つけるのの天才ですね。ぴったりですね、まーちゃんはここ。どうしそう。マドタン。マドタンお昼寝中です。オンザディッシュさんというサイトでいろいろ買い物しました。食料品です。もうすでにコーヒーを買ったからか、コーヒーのいい香りがしてます。あ、ちょっと領収書ってあれか。買った、おお、いっぱい買ったんです。そういえばまたまた本当に全く持って、おお、へえ、そうそう、あ、そう、パンのセットを買ったんですよ。こんないっぱい入ってると思わなかった。そんな高くない、なんか2500円、いくら、なんか私的にはこのチョコレートのパン食べたいなと思って買ったんで、なんとなくこうこれと 2,3 個ぐらい入ってるのかなって思ってたけど、すごい。あ、でもあとこれも食べたかったんだよな、このマフィン。わ、嬉しい、こんなに入ってるんだ、すごい。ちょっと待ってください、びっくりした。後ろ見たら、まーちゃま、あとごはんお腹すいた、パン何やりした、お腹すいた、ご飯にする、ご飯しようか。まーちゃん鼻がもうぷっくりしてきたから、ちょっと、ま、すいません、まーちゃんにご飯あげてきますのでちょっとお待ちください。ちょっとじゃあまーちゃん、ちょっと待って、まーちゃん、お腹すいた、まだ4時やんで、まーちゃん、でもお腹空いてんな、おりしましたし。
ね、いっこちゃん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 。わぁ、すんの本当に。ほら、ご飯の匂いする。ではちょっと引き続きで、こうすごい、なんかもちもちしてる、この食パンは何だろう、何だろう、いろいろ、わー、マロンのパンとかもあったね、あれ、あー、こういうブリオッシュ、わー、すごい楽しみ、私の1ヶ月分ぐらいの、すごい。で、そう、ちょうどなんかマルドの塩がいつも全然スーパーで買っているんですけど、ちょうどなくなりそうだったところ、こちらのサイトにもあったから、買っちゃいました、買っときました。で、あとは、あ、これだ、これをコーヒー、コーヒーはわかんないけど、なんかちょっと気になって買っちゃいました。で、もう一個っていうか、あと4個あるんですけど、これだ。これは、私こういうの好きなんですよ。塩チョコカシューナッツ。もうね、なんかね、チョコレートにソルトがかかってるのがすごい好みです。これはわかんないです。食べたことないから味わかんないですけど、ちょっとナッツと、ナッツもチョコに、ナッツにチョコがかかってるのも大好きで、チョコに塩がかかってるのも大好きだから、もうちょっと最強、多分好きだろうなと思って買っちゃいました。そう、あとはよいしょ、あ、フレッシュバジルソース、これもちょっと美味しそうだなと思って買いました。簡単、こういうのあると助かりますよね、ちょっとパスタとか混ぜたりするとき。まあ、もう食べた？ご飯食べた？あんた。ああ、半分食べてんな。すごい美味しそう、これ。で、あとは、あ、そうだ、こちらの手延べそうめん、私ここの麺好きで、そうめん食べたいなと思って買ったのと、あと1個オリーブオイルなんですけど、レモンのオリーブオイル？レモンのオリーブオイル、なんだか、そう、柑橘系のオリーブオイルにも弱くて、私なんか好きなものが偏っているんですけど、これはなんかレモンですね、柑橘の中でもレモンの風味っていうか、レモンが入っているオリーブオイル、美味しいのかどうかは知りません、まだわかんないですけど、魅力を感じたので購入しました。楽しみ、食卓すごい楽しみになるセットですね、嬉しい。切ってみました、こんな感じ、美味しいかな、ちょっと我慢できる、うん、こっかすごい、おいしい、ビターチョコ、あ、はい、買ったりました、かわいいマンジャのお気に入り、このテクラのなんか、なんていうんだ、ブランケットまーちゃんこれお気に入りやんな、あんたここに乗せたらここにいますしまあでも結構マイブームがある男だからかわいい、もうマーには癒されっぱなしで、本当にもうお返しをどうやってお返しをしたらいいのかわからないぐらい癒されてますねたまにフェイスマッサージはしてるんですけどでもまーちゃんこれ以上顔ちっちゃくなったら大変、こんな顔ちっちゃいのにもあー、かわいい眠たい、ごめんね、いつも
かわいい。